やめて宣伝も込めて兼ねて、さあ出てきました。一品側出てくるのは、はい、さあレイさんのヒスコア、今回レイさんヒスコアですね。まああと2時間あるんでね、通常の、あ、ちょっと時間ないですね。やっぱ二大進行でじゃあやっていきますね。さあ、おう、京さん、京さんをぶつけてくる。ここは京さんがもう見えたところ、逃げからしっかりとコンボに行く。なぜか4200も減っている。サギ飛びはバックヤシ JC の影響から似たことをして3900、2回で8000減らす。ここは噛み合う、しゃがみっぱに JC が当たらない。さあ一気に1ラウンド目取っていくのは京さんの悪く、さあどうでしょう。京さんの強気なプレーがやばいですもう何が言いてんだよ俺。さあアメリカさんが適当にもう感想を入れてってくれます。あ、ここでめくりのジャンプし、ブローバックジャンプしが勝者。これは重いぞ、石落として、あと砕かれない、歩いていく2ミリ、いく佐藤から、これはゲージが間に合わない、が入っていく。さあ中段コパンから今、コパンから今なんか出たぞ。さあ中強い中段も入れてしっかりと殴ってダメショっていく。何なんだ2位、ここは噛み合った、次の2位はレイさんが勝利。あれそういうゲームだっけ。さあ欲しいから皆さんどうですか、動き的には。動き見てどうですか。激しいです、激しい。この組み合わせここまで激しくなるのは結構すごいと思います。クーラーが出ない、クーラーが出ないのかな。あのバックジャンプ JP はどうですか。え、バックジャンプ JP が漏れてますが、あれはクーラーが出ない感じですかね。だと思いますね。さあ怒りに振って、さあ空中にいても翡翠が動く。これはこれはもうもうまさか植物に西全身突っ込んでいく。ここはタブルガエルが西、ここでジェネスト。さあレイさんのスコアが変わっていく。京さんさすが。さあレイさんのスコアが先発戦勝利して、さあ見ていきましょう。さあ出てくるのはフルバラキア。さあどっちも置き攻めで殺しに来るから、どう思いますかメカさん。フルバラの置き攻め10割が見たいですね、やっぱ。あー、メカさんが煽っていく。さあ出てくるのは、萩野さん、あれ萩野さんだよね、萩野さんのバラキア。さあ画面中央立ち回り、ここはうまい、地上出しがないのであれ間に合わないんですね。バラキア JC からクーだから崩していった、ゴシーで 6C からゲージは入っていく。これは拾えるでしょう、 2C から。これはパン、あれなんだっけ、モザイクか、モザイクですね、ハンブルじゃねえわ。さあ JB、 クーだけのJB、 クーだけのJB、 これはヒット、これは重いぞ。コンボが伸びる、チャブ台から入れて大きい攻めに行こう、しかしゲダンが通す、これは重いぞ、重くなかった。さあ中段しっかりガード、4ミリを溜めたところしっかりと逃げさせ、置き攻めはしかしゲダン解放。さあシールドからの解放、解放取っていく。俺今シールドから解放できるの初めて知ったんだけどさあ波動拳に翡翠をぶつけて全く慈悲のない雨落としてめくり裏に落ちたところ、空が空中出しが地上出しから J で中段飛ばしていく。デビー空中戦、これ空中戦どっち入れるんですか、ベガさん。空中戦コアク側の JB とワルキア側の JB が両方横に強いんで結構両者ああいう人がやりそうですよね。さあメガさんの解説が入ったやめてジェシーから、さあ1枚目取っているのはレイさんのヒスコア。まあ JB いかにうまく振るかじゃないですかね。互いにそういう感じですか。え、互いにどっちもそんな感じ、そういう狙って感じですか。だと思いますね。ワラキアの地上ダッシュについてじゃあ一言、この組み合わせで。この組み合わせで、まあカウンターから拾えなくなるっていうのはやっぱ痛いですよね。なるほど。さあ画面端伸ばしていくのはレイさん。さあバンカーの距離一応残っていたが、しっかりとバンカーで距離が取れたのでギャターンが入れ替わる。さあなんか飛んできた、波動拳をぶつけていく。相変わらず慈悲がないこの姉
波動拳を見たらとりあえず必須を飛ばしておくスタイル、はい、いいと思います。サボテンがスカシゲラ中断、これは痛い。柵の書き方がこっついというかえぐいというかどうなんでしょうか、アメガさん。ビーズ時代の質感を思い出しました今の。ああなるほど、今回火力もついちゃったんだね、あのキャラ。なるほど、やばいっすよね、余分なもん付け足したと。さあやばいキャラ来ましたよ。さあ出てきました。このキャラの解説をメカさんにお願いしたい、ぜひ。勘弁してください。ネピーカー、さあ出てくるのはクレセントネコアルク。キリアさんなんかネコアルクの当たる回数多くないですかね。マジで今日キリアさんのチームと当たってるの。マジで、はい、さあ出てきたのはネコアルク。かわいそうに。ヒスイ、ヒスイがビーム、はい、ビーム受け身狩りのビームから、さあ画面中央変な感じになっている。ジェビーとして寝転け、さあキリアさん治りが入る。ジェビー西から起き目はスカシゲダンしっかりガード、西拾ってゴービーが入る、ブロバケットゴービーがヒットして解放の拒否、早い感じの解放の拒否、とりあえず近づけたくない感じ、そうですね。さあ捕まえている、ここからはジェニビーがヒット、残りジャンプカウンターから 2B 受け身は枯れないが投げて1を入れ替える、さけ1を入れ替えて2ヒット、2位からさあ置き攻めに行こう、バンガー拒否ていく、クーナヘこれはうまい、1位からカットでいく、全身で拾として 2B から 2B 受け身が枯れない、プロバイチクロビーから指導して2位置き攻めはスカシゲダンしっかりガード、ブロバケットコピー、 2C からダウンボイチにはいかない、ここはバックダッシュの JB で中断、2位から 5C ブロバケ GC、 さあ翡翠が仕事して 2C が届かない、1が入れ替わる、解放が拒否いったところ、さあ 2B が刺さる、さあね、レイさんが3縦リーチ、ゴミがカウンター、 JC からさあ降りたところ、翡翠ちゃん仕事してない、ビーム上りでここでカウンター、ジェニビーからカウンターして裏落ち、さあ解放を読んでいたのか、さあ分かんないが、ブラッドヒットが終わる、体力はゴム近い状況、イカリング、ここで空対空、ジェニビーのカウンター、重いぞ、でここで受け身を取ってしまった、うわもう分からん、さあすごい減った、裏落ちから2へ、ゴミがカウンター、これは 5C が当たれない、なんだそりゃ、西がヒット、さあここでどうですかメガさん、怖いっすね、ほんとね、こう歩くって何してくるか分かんない。噛み合った、ここで3フルの2が4フルの2を潰した、避けた、ここは中段見てから避け、ジェミーが当たれない、スイちゃんが仕事をしない、さっきから猫化け、おー、クーナイから猫バケ、一締めからヨイン、あーっとなんか変なやついた、それは納得ができない、かっこ伸びる、まだ伸びる、パケットから中断、これは見えない。さあ2ラウンド目、パーフェクトで取っているのはサークのゲンさんの猫歩く、これが猫歩くか、猫何人いるんだよっていうね。あの空中にいた猫歩くが、はい、あの猫ロケしてカウンターしたことらへんから流れがおかしかったですね。あ、こっからもう完全に流れが猫に行きましたね。猫に行きましたね。さあでは見ていきましょう。猫にゲージ与えちゃいけない、なるほど、コンボされたら勝手に、ね、ゲージが溜まるゲームでそれを言ってしまう。さあでは見ていきましょう、キリアさんのフラルク、ぶつけていく、さあジェシーがカウンター、これは痛い、なぜか5000近く減っている、4100、全然嘘でした、すみません。2番中段、しっかりガード、2位が届かない、ブロバッケッジの 5C が通る、 2B から 2B 拒否た、ゲイダンムテキから A 波動、あとここはシールドの持続が足りない、あとこれは猫がパケット、猫がパケット届かない、なんか変なやついる、ここです。さあもう一回カウンターで5シフト、カウンターじゃねえわ、猫負け、受け身を通れ、ワンツーするから、あなるほどね。はい、さあでは2ラウンド見ていきましょう、空中戦、ジェシー波動拳からゴミが繋がらない、
受け身取られて、うれしいから、さあメカさんの試合全部動画台 D、 メカさんの試合全部動画台 D、 さあここでダメショットいく、ここが勝った、はい、はーい、ではここでいいかな、次メカさんの試合動画に残した方がいいですよね、はい、どうしてもいい、さあじゃあメカカップなんでメカさんの試合動画に残しますか、じゃあ次いきます、チームガローチーム、3万7000ガロー、3万4000ガロー、0ガローの人、はい、ガローチーム、ガローチームの方、ガローチームの方いらっしゃいましたらこちらまでお願いします、ガローチームの方大丈夫ですか、はい、対するはまさしこうき若しチーム、はい、今日はメカさんの試合が全部動画に残ります、おめでとうございます、さあ、はい、最初選ぶのに、あれ、さっかり最初選ぶの、あっと、これぐらい指導、これ、そういで、タッチぐらいから指導してます、さあ、あげじゃないわ、でも、ここは猫化けから、2列目なんで、猫化けして、猫化けして、どこにいんだよ、マジで、どんな猫によって助かる、さあ、今度はな、さっきは猫が仕事したが、今度は猫が仕事して、逆側に行く、これは、猫の毛から、さあ避けていくところ、これはまだ知らない。はい。なんか変なの出てる。さあこれはねえ、さあ大将猫歩くが踏ん張る。さあ大将猫歩くが勝って、大将中、さあディフェンディングチャンピオンチームが勝っているので、あ、さあ出てくるのはターサのフルレン。ハルレン対クレ猫歩くが見れるのか。どこまで火力が伸びているのか非常に気になる、さあ猫に当たるのが気になります、ああなるほど、猫に JB とかジェシーとか当たるのかな、そこですよね、ですよねさあでは見ていきましょう、さあさあノフル連帯、さあ悪の皆さんの猫歩く、これはゴミ、ゴミが強い、 JB 振っていく、バクセ、バクセが強い猫歩く、 JB として 2B が当たらない、あっとここで置きたいく、これは JC からカウンターしてるのでかなり重い、受け身が取れない状況、なんか火力がおかしいことになっている、飛び出した、さあここで画面端入れ替えていく、一応これは J2B で降りてきたところ、ジェシーのヒット、逃げが短いブローバック打ち越しで片目を締めていく、めぐった、めぐってめぐってない、表 2B がヒットして表から裏側、さあ 2C3C 鏡が引いてある、これは画面中でコンボいただくと面白いくらい減る、さあここで両方とも鏡を設置、ビーム、ビームはさすがに跳ね返らない、めくっていく、お表めくりあたりから表に降りている、 JJJC から捕まえて、ジェシーの人、さあここは完全しない、クーナゲ、ここでクーナゲ通す、これは死なないが受け身側でしっかりする、さあ一応の目取っていくのはザクノニアさんの猫歩く、さあ猫パケゲージがあるので吐いていく、降りたところ、それは危ないさあなぜか4000人が入っている、ウビーから JBJC3C、 2C だった、さあこれはビームはめくった、これは重いぞ、当たらない、さあこの状況めくるかは厳しい、この位置、なるほど、これはしっかりと追いかけたバックステー、さあエイリアルもしっかり締めてゲージを回収していく、ゴビーから、さあまだ状況的にはネコアルクワンチャンあったが、ジェニシが人として2ラウンド目取り返していくのはターサンのレーン、熱い試合だな、さあジェニシが当たらない、ジェシー振ってきて、これは降りていく、めくりジェニシが当たる、ネコアルキビーム、さあしっかりと画面隠している、 B のフレームから B フレーム 5B、さあ画面中央まで立ち回り戻っていく、めくった、あとあと誰は何なんだ、メカさんどうぞどうぞって言われる、このタイミングで回復していく、さあ体力は回復して、なんか見に行った、
空投げ捕まえた。ゲージマックスの状況で空投げ通した。ECで締めてもう一度受け身当たりすぎ。さあここでボミやったところ、もつりのところ今度に行くのはサーさんのフルレーン。あーっとさあ勝ったのはサーさんのレーン。はい、決まりましたかね。はい、先方出てくるのはナナヤ。先方出てきたのはナナヤって言ったけど、どっちのナナヤやねんっつって。あ、ナナヤ対ブーションってこと、ニーヤさんとカグラさんですね。はい、じゃあ見ていきましょう。ナナヤフルムーンじゃねえ、クレセント対するブーションがフルムーン。開幕距離が離れてるのでゲージを貯めていくブーション。 6B がカウンターして単発ですよね。コンボ決めて3142からゲージ貯めて相手を誘う。フルムーン距離離れてどうにもならない時はとりあえず一瞬だけゲージ貯めて相手を動かすっていうのが非常に有効です。それで動いちゃったから落とされてこんなことになりましたと。ゲージ吐いて画面端肘から置き攻めは四隅からの貯めていって動いたところを勝っていく。な、姫のディレイ並みみたいな感じですね。ダッシュが早い。コパンがカウンターして入るもその後どうにもならない。ヒット確認ジャンプしちゃって解放が漏れた感じですかね。ラウンド取っていったのはニーヤさんのブーション。第2ラウンド、ナナヤとブーションっていうか、ブーションがいると多分試合展開早いと思うんですよね。早く死ぬか殺しきるか。 JB、JA、JB が当たってその後当たらない。ナナヤ逃げる。急降下からダッシュパンが入る。さあ反撃とばかりに画面端急降下 2B、5C、 おっと空中くらい急降下してダッシュ投げ、プレッシャーかけていく。中段はガードする。逃げてニーヤさんが攻めたいが当たらない。噛みはない。 2C こける。勝利を使ってかぶせていくブーションに対してナナヤはうまく迎撃していきたい。イニシアティブしてゲージを回復、ゲージ分回復するブーション。 6B で牽制。ナナヤも動きを見ていく。 JC と JC 噛み合ったがブーションが早かった。空投げから落として JC 5S が中段を食らってしまう。ナナヤが画面端に相手を追い込んでダッシュ、そして空投げ、いい動きです。ちゃんとディレイもしっかり EX 発展まで決めてからの 2C からセンサでダウン取ってのをいろいろ起こってきて裏でしたと。着地下段決めて勝ってったのはカグラさんのナナヤ。じゃあ勝ってたのはラウンド取り返すかですね。失礼しました。ラウンド取り返すのはカグラさんのナナヤ。お互いフルセット 2B から。お互いじゃねえよ、フルセットっつってんだからお互いに決まってんだろっつうの。はい、 JC、 J ガードするニヤさん、スライディングで逃げていく。画面端クル取って空投げ、いやーうまいですね。空投げ意識してる立ち回りの人と逃げる立ち回りだと結局ああなります。 2A 護衛で入れっぱを借りながら JC から空投げしない、落としていくか。 JC が反対したのでさっきスパで切り返す裏。今の見えづらい、非常にいい裏ですね。相手のキャラの起き上がりに、ジャンプ急降下が重なったので余計見えにくいです。 JC カウンター 5C で拾う。マウント垂直ジャンプで JB が当たんない。空投げ、さあさっきから映えますね。勝ってったのはカグラナナヤ、2-1 ですね。あ、大会とかだと。おっと、ニクさんがナナヤでクレセント、カグラさんもナナヤでクレセント。ナナヤナナヤ同キャラですね。開幕なんかね、煽ってるわけじゃないんだけどね、ダッシュして急降下してバックス してるとね、煽ってるにしか見えないんだよね。はい、投げていく。 2B からコンボ決めていくのはカグラさん。白い方がカグラさんですね。色が濃い方がニクさんです。はい、 JC ノーマルヒットどうにもなんない。バックステダッシュの隙にコパンが刺さる。ニクさんが反撃、空中 JA 空投げはインバってるけど気にしない。はい、急降下に発展刺さる。 J カウンター 2C から 5C、 5B で拾っていく。落とす、落ちた、落とす、あ、勝利で落としていく作戦ですかね。はい、なぜかリバーサダッシュしたらコパンが刺さって酒はうまく当たらない。 5C ため中断立てず、コンボ空投げ知らない、急降下コパン体育、いやーその後が繋がらない。2-2C バックステック連打、空投げがスカル誘ったか、しっかり反撃決めてラウンド取っていったのは肉のナナヤ。今の最後すごくいい読み合いでしたね。お互いに誘っていくナナヤ同士のならではの読み合いでしょう。今回のラウンドはお互いにペチペチ当たるけれどもコンボにはいけてない感じ。いい立ち回り勝負です。発展距離が離れて急降下、アイラブ急降下で的を絞らせない作戦ですかね。ってことはどっちが事故るかというね。 JC か発展で事故らせたい。 JJ お互い事故る、うん、なんかこうスピードカー VS スピードカーでなんかチキンレースみたいだよね。どっちが事故るかみたいな。
はい、空投げを決めてったのは神楽さん。さっきの戦いから空投げ光りますね。ちゃんとポイント見てる動きです。ゲージがマックスで各班で 5B からコンボ決めて殺していく。ラウンド取り返す神楽さん。ゲージマックスクレセントなんで200スタート。お互いに状況は、ゲージ状況は悪くない。飛び込み中し、神楽さん 5C 貯めてジャンプでかわされるも反角はなし。超力圏で割り込んでいく肉さん貯めて、はい、リバサ投げつかモーションから技を入れ込んでいた。たまらず食らってしまう肉さん。半角で投げて、ちょっと弱すぎて、勝利読みですね。クー投げ、そこでクー投げするかい。はい、クー投げ指導なので、先スパができないので、EX ハッティングで、いろいろ削っていきます。2B を避けて避けてから、バーストじゃねえよ。解放。ジェシー発展、ジェシー発展。空中でハイジャンプで突っ込んでいくも、ノーマルヒット、クー投げ使って勝利。ガードされて、これはひどい。お互いに下ってきました。でもこれはいい下りでしょうね。お互いに読み合いが激しい。そこです。昇竜拳 2B の伸びてきたくらい判定を刺していく。コンボ決めて、落ちる。落とした。ゴエで落とした A、昇竜拳。ゲージがある。リバサ前出し投げ。出ました。7や使い。そして空投げ。変わっていったのはガズラ7や。乗ってますね、この動き。先ほどもね、追い込まれてから見事に逆転してましたので、ま、見せどころといったところでしょう。スタイルはフルムーン。対する神楽さん7やはスタイルクレセント。同じ色白ランで挑みます。まあ、どっちが有利不利よくわかんないけどね。まあ狂気刺さった方の勝ちでしょう。第1ラウンド7やが 2B と JC で刺していく。対するメカは近代兵器で牽制していく。ラストコン刺さる。ファーストタッチは、さあ、グラナナヤ、ちょっとバックしてからのセーダーでタイミングをずらしていく。JC カウンター、空中出し攻撃に刺さったが、EX リフトからコンボを決めていって、さあ、4081から、置き攻めはダッシュ越え越えがシールドカウンター食らってしまう。おい、位置入れ替えての広いコーン、うまい。しかし、ジャンプが変なタイミングで出てしまって、うまくいかず、その隙刺されてしまい、また画面端から、画面中央にお引っ越ししたら死んでいたと。ラウンド取っていったのは、カグラナナヤ、リーチですね。さあ、たけっていく、たけっていく。さあ、こっちも近代兵器でたけっていく。これ拾い直しますよと。はい、しっかり決めていく。置き攻めはちょっと待って、コパン、解放。割り切りがいいですね。コパン 2C、当たんない。お互いに、カウンター。マシンガン、銃器。ばらまいていく。ダッシュ、コパン。中段、去っている。設置して、急投げからの拾い直しで、落としてダメージちょっと増やってるのかな。はい、5A じゃね、JA 中段が。はい、フルムーンの JA が中段っていうのは、こういう時利点ですね。コンボ減る、7や柔らかい。コパンから投げていく、当て投げ、決まってラウンド取り返していったのはメーカー。このね、1回のダメージっていうか、この読み合いのワンセット的なね、ものが目が強いんですね。はい、マサチーム勝ちですね。おめでとうございます。はい、ってことで次、隣の兄弟呼び出します。シーベ君、つくもんさん、野良犬さん、今すぐ手挙げてこっち来てください。はい、ありがとうございます。野良犬さん、野良犬さんいます？あ、いますね、ありがとうございます。で、対するは、アンバーバルトルーシーチーム。アンバーバルトルーシー、いる？あ、いるね。はい、こちらのチーム勝負ですので、じゃんけんお願いします。ほんとね、アテンチーム、シブさん、チクモンさん、ノラインさん、ネロネロ V 主体するアンバーバルトルーシー、ネロロア悪く最悪だね。待った待った、救われない。